パレスチナの手工芸品には、刺繍や陶磁器、石鹸などのほか、ガラスや食婦、オリーブ材による木彫り装飾、そして真珠層を用いた、ラデン細工などがある。多種多様な手工芸品の多くは、パレスチナ在住のアラブ人によって、今日に至るまでの数百年間生産されている。ヨルダン川西岸地区内の一部の町、とりわけ、ベツレヘムやヘブロン、そしてナブルスが、 工芸品のの生産に特化してていいるるとの評判を得ているこうした品目の売り上げや輸出は、それぞれの街の経済において、重要な役割を担っている。現代における、クロスステッチ詩集のデザイン例。左上から時計回りに、ガザ、ラマンダー、ラマンダー、ナブルス、ベートジャラ、ベツレヘム。もっぱら女性の芸術的伝統として、刺繍は、 数百年にわたってパレスチナの伝統衣装を彩る重要な役割を果たしてきた。主要な型は二つあり、それぞれタトリーズとトリリーと呼ばれている。パレスチナ人の伝統衣装やアラブ世界への輸出を目的とした衣類の生産はマジャルの破壊された村における重要な産業だった。マジャルの食婦は技術面で一般に知られており、 男性の売り手が一台の踏み越式食器を用いて作っている。これには黒と藍色の木綿糸と鮮やかな赤紫と青緑色の絹糸とを掛け合わせたものが用いられる。その村は今日ではもはや存在していない一方で、マジャル食府の技巧はアトファルナ工芸団体とガザの美術工芸村によって運営されている文化、保護プロジェクトの一部として存続している。 ガザ自体が衣装生産の中心地であり、美しい絹の布として知られたギャザトムがそこで生産されていた。13世紀初期よりヨーロッパへと持ち込まれ、これは後に今日ではガーゼとして知られている目の荒い食婦の由来となった。ベドウィンにおいて布を織るのは伝統的に女性の役割で織った布で砂漠における生活に適した日用品を作っている。 羊毛から紡いだ綿糸を天然染料で染め上げ、地畑を用いて食布が作られる。そして出来上がった頑丈な食布は、テントや敷物、枕や他の国内生産品に使われる。現代におけるガザの羊毛製の敷物。ヘブロンの産業において重要なガラスは、ローマによる支配がパレスチナに及んでいた時代から、同市で生産され続けている。ヘブロンガラス。 およそ1960年生、ベツレヘムで製作されたオリーブ材のラクダベツレヘムの自治体によると、オリーブ材による木彫装飾は4世紀、ベツレヘムでの高端教会の建設に伴って始まったと考えられており、当時のキリスト教の修道士は町の住民らに工芸品の製作方法を教えていた。木彫装飾の正確な起源は曖昧だが、 最も初期のオリーブ材による工芸品のうちの一つにオリーブの種を彫刻して作ったロザリオがある。オリーブ材は腐敗しにくく、いろいろな細工を表面に施すことができるため、手工芸品を作る上で理想的な材木である。オリーブ材は簡素な手工具を用いて削るのが一般的だが、今日では粗く削る際には設計モデルがプログラムされた機械が使われている。 しかしながら、顔の成形といった細かい作業を行う際には、彫刻は必ずのみなどを使った手作業でなされる。オリーブ材による木彫装飾は観光客によって大量に購入されており、ベツレヘムの経済産業において重要な位置を占めている。町の数多くの芸術家たちが、箱や額縁、歴史書や古書のカバーなどのほか、ろうそく立てやロザリオ、壺。 花瓶、そしてクリスマス用の装飾など、1000以上の異なる手工芸品を制作し続けている。こういった作品の中には、イエスやマリア、ヨセフ、そして東方の三博士といった人物を描く聖書の光景を組み込んだものもある。パレスチナの陶磁器には、古くから際立った連続性が見られる。現代のパレスチナのポットやボール、水差しやコップといったもののうち、 とりわけ1948年のイスラエル建国より前に生産されたものは形や構造並びに装飾が古代における同等のものとよく似ている。焼き鍋や水差し、マグカップ、そして皿などのうち現在でも手製で作られているものは密封されていない炭燃料の釜ないしオーブンで熱して作られているが、これは l g ブ、ベーティン、そして 信じるといった歴史的な村々にて古代より行われていたものと同様の手法である。ナブルス石鹸はヨルダンガン川西岸地区のナブルスにおいてのみ生産されているカスチール石鹸の一種である。オリーブオイルを原料としている。この石鹸は種として3種類の成分から作られる。バージンオリーブオイルと水、そしてナトリウム化合物である。 これを生産しているナブルスの労働者らは、ナブルス石鹸の独特の香りを自慢としており、彼らはその香りが、石鹸の成分の品質と純度を証明するものだと考えている。10世紀頃から長きにわたって優れた製品であるとの評判を得て、ナブルス石鹸はアラブ世界からヨーロッパに至るまで輸出されている。石鹸工場の数は19世紀のピーク時に30棟で、 現在では二棟にまで急落しているが、パレスチナ内し、ナブルスの文化遺産における重要な部分である、石鹸製造を守ろうとする動きは継続している。パレスチナ人は、家具と家財道具の生産において長い歴史を持っており、近年やや衰えてはいるものの、その生産技術は代々伝えられてきた。宿剤は極東からシルクロードを伝ってパレスチナまで広まり、 買い付け人らによって加工された。蓄材は型を整えられるくらい、硬くするために、煮て削った後に、焼いて乾かす。パレスチナの家具を生産するにあたって機械は一切使われず、1から3人体制のもと徹底的に人の手によって行われる。ありがとうございます。